サキ。流動一家の新入りか。一人で飛び込んでくるとはいい度胸だ。俺は流動一家じゃない。その子を取り返しに来ただけだ。何おかしなこと言ってんだ。このガキに用があるのは中原だけだろうが。理由はどうでもいい。とにかくその子を返してもらうぜ。ふざけんな。大事な取引の材料、そう簡単に奪われてたまるか。取引だと？そんなことも知らねえで来たのか。とんだお人よしだな。しかし、かわいそうな娘もいたもんだね。父親は目の前で首吊り、母ちゃんは男のために実の娘まで誘拐しちまうとは。こりゃ世も末だ。ちょっとあんた、何言ってんの。あんたこの前サキと一緒に3人で暮らそうって。俺が本気でお前みたいな豊島の女相手にすると思ったのか。お前はもう用済みなんだよ、おばあさん。嘘でしょ。ねえ、嘘なんでしょ。何言ってんのよ。嘘だって言いなさいよ。話せ話せ、この甘ずれ。うまく避けたじゃねえか。さあ、次はお前の番だ。お前をぶっ殺した後、その指全部中原に届けてやるぜ。気乗りしねえな。だと？殴る価値がねえ奴と喧嘩するのは好きじゃねえ。何一人で格好つけてんだ。だが、てめえみてえな奴をのさばらせておくのはもっと好きじゃねえ。ああ？来やがれこの下道。
なんで